倒れちゃった。本当にね、怖い。これでもありますよね、こういうね、うん、山の中にね。なんかこういうのあるんだよね。ね。うん、すごい値上がりになってる。二つにしてもいいな。考えないと。考えないし。どういうふうにするか。ご期待ください。約1週間後ですね。おはようございます。今これ撮ってる時期は3月の、うん、もう終わり28日、26日か、うん、26日。冬ちょっと暖かかったんですけどね、はい、この寒さで外出るの奥で奥でねやってます。はい、黒松、黒松ね、長寿園のね、この庭に転がってますね。倒れたまま多分数年経ってるんじゃないかっていう。ここにこんな感じのツアーなんですけどね、はい、先生が作り出しました。この鉢入ってね、こんな感じで ね、倒れて。そうで、草が、ね、いっぱい入ってたんでね、もうバラしに来た、はい、でこれを今回石につけようかなと思ってます。石、うん、蔵前市考えたんですけどね、ちょっと合わないんですよ、長すぎて、はいはい、でここにね、ちょっと塗ったんですけど、こう三日月型のね、石があるんですよ、うん、じゃあ植え付けとしてはね、これで、ね、こんな感じで植え付けていこうかなと思います、うん、こう、 うまくね、針金で止まるかどうかちょっと心配なんですけどね、こう穴をいっぱい開けてきました。はい、 これ何ですか、これ。これはね、一回ね、ここにあったんだ。立つかな、これ。その残り。あとで取っちゃうんですけどね、はいはい。こんな感じだった。で、ここから心拍がこう。あら、なるほど。ちょっとね、こう、これだけの面積だったんで、ね、水が少なくて枯れてしまったんですよ。なるほど。そうやって使ってたんですね。うん、まあ、寄せ植えですね。寄せ植えみたいな形ですね。うん、で、本数はこれ、5、6、7、8、9本ある。5本を使ってここに入れておいて、5本寄せ植えはキス、これはその表でどっかの鉢に入れといて。わかりました。黒松ですからね、うん、あんまり好きな人あんまり好きじゃない。当然の人は赤松が好きな人が多いです。赤松好き、はい、でね、ちょっとね、こういうことね、まだ実がついてます。あー、松ぼっくりは松ぼっくりだ、ついてますね。まあ、ちょっと閉まってたんだけど、ね、一回開いてきました。開いてきた、うん、これまだ種取れるんだ。うん、種が取れるかもわかんない。黒松の種取ってもね。当時の人は赤松が好きなんです。時に来てる間に茎になるかどうかわかんないですからね。はい。先生、ひげが生えてますね。うん、ちょっとね、病気してね、ひげ剃るの面倒くだなって言ってね、ひげ剃る時期がなかったんでね、ちょっともういいかな、残しちゃって。いや、非常に好評ですよね、教室では。渋いと。そうそうそう。ひげ生やしてる人は結構いるからな。そうそう。いや、かっこいいですよ。お祭りぐらいまでね、うん、伸ばして、皆さんにお披露目しましょう。手入れが大変みたいな。あ、そうなんですか。伸ばすは伸ばすで大変なんで。いや、これつけて、はい、ちょっとね、針金の上でかけます、これ。どうやって固定するかな、まだ決まってないんですよね、うん、この状態はこんなもんです。もう本当倒れてましたって感じですよね、うん、こんな上がってたこのまま固定されちゃって、これをね、こうやってずっとね、こっちのやつをね、こうやって回してこられないかなと思ってたんですよね、うん、でちょっと無理だったんで、はいはい、バラしてました。こっちのやつは、これか、こう入ってた、こうか、ほんとね、ヤマタノオロチみたいな。そう。で、こう、これをこうにまとめられないかなと思ったんですけど、ちょっと無理なんですよ、うんうん。これはこれ。これはこれで。これはまた別物で作っていきます。針金で引っ張る感じですよね。針金でね、ちょっと一本かけて、うん、で、これがうまく一本に芯に入れてするから、針金ちょっとかけてきましたんだけ。穴いっぱい開けてきたな、これ。はいはいはい、すごいことになってる。ふうふうふう。これ何で開けたんですか？ドリル？これはドリル。ドリルで。コンクリート用のドリルで。ああ。どうしたらいい？
せるようにしとかないといけないからね。外せるようにしとかないと。あ、石つけたら外すの抜けないからね、止めないから。で、この一本でこう固定させて。固定させると。うん、そんな上の方に行けばの家やってるみたいな、ね、もう壁から出てるみたいですね、全部。どうですか、京城さん。いや、アートですね。アートですね。すごい。もう真っ暗で何も何がねかけて、こちらも固定と。根っこかっこいいね。そう、根っこいいんだ、これ。ただ、いいですね。模様がね、うん、ちょっと少ないけど、こっちは良くないね。うん、これも2本が良かったな。これだけ短いでも上ついてたからね。そうですね、使えそうだけど。それ使えそう。もったいない、もったいない。ね、今回はこう倒れてどうしようってなってる木を作り直して、うん、考え方次第ではダメだなと思った木でもそうやり方があるよってことですよね。あの皆さんがやってる木っていうのはさ、ほとんどは完成木でしょ、うん、こう枯れてね、ダメなその木をどうやって使うか。私入った頃はね、荒木、うん、畑から上げてで鉢入れてで、そのままだと何にも手が入ってない。そうでやってる人は結構あった、うん、多かった。まあ、荒木っていうのをやっていや最初から作っていくのもいいんじゃないかなと思う。そうですね。で、ちょっと枯れた木でね、園芸センターなんかでさ、安く売ってる木、そういうのをあの下がダメだったら頭取り木してるし、ね、うん、そう作っていく、小さいの作るとかね。そういうのをやっていってもいいんじゃないかなと思います。そうですね。うん、ただ出来上がってる木じゃなくてね、自分で作っていくっていうのが面白いかなと思って、うん、そうですね。これだってね、まあどうしようもなかったら使い道ない。そういうのね、こうなんか使っていったらいいかな。うん、まあ、それがもう盆栽の楽しみですよね。楽しみですよ、それ。これね、うん、こっちはもうこれで固定しますから。はい。この穴入れて。こう外はあのなんかあと苔かなんか張りますから。はい。あそこの何入ってるんだ。固定。おお。もうこれ大事です。うん、まずこうどうやって木を固定するかなんですよね。はいはい。揺れちゃうともう根がつ根っこがつかないからね。うん。そんな考えていかないと。特にこう石なんか使うの大変ですよ。うん、ここも曲げて差し込むと。こんなの入れちゃう。うん。どうこれで固定できた。固定できました。うん、今もう一箇所止めてます。うん。針金かけちゃうと。こっちは土を入れた後に引っ張るんですかね。うん、そう、土入れて、もうちょっと上げるから。はい。で、土に赤玉土を。赤玉ちょっと入れます。混ぜました。これ粘り出る？ここ大変？から。
調達した。よく寝ないとまだ、うん、ポロポロしてる。こうやって踏んでやってますね。すり込んでやります。これはね、スリスリして、うん、スリスリして、この土がこう、きっと作る。土手を作って、ここに。コーナーその中にその下に、なるほど。じゃあこの辺は見えるようになるんだ、うん、ってことですね。こんな感じで土手を作っていきますね。おおすごい。昨日買った。すごい出るじゃんそれ。ああいいね。どこで買ったの？ビバホーム？すごいシャアみたい。これで100円ショップで買ってたらさ、全然。気になるね。それと違って出ちゃうね。あなんか出るねこれ。あー確かにちょっと硬いね。あでも気持ちいい。このブシャーって細かいのが出てるからすごい遠くまで飛んでくね。強烈とかはあーいい。これいいけど多分全部普通にいい景色で、うん、まあ確かに。あこれ気持ちいい。おすすめです。いいですよね、うん、またなんか持ってきた。次のおすすめ商品は、はい、ケットル。あ、電動だ。電池式？これめっちゃ細かく出るんですよ。消毒は多分こっちの方が絶対。でも1リットルぐらいか。ちょっと水やりには心もとないね、1リッターだと。私4リットルぐらいいつも使うから。ベランダ盆栽の人とかね。電池単？炭酸なんだ。ああ炭酸要素。炭酸ならね、あのエネループとかで言えますから。水やりは4リッターとかで、うん、消毒をこれとかね。これもビバホームさんで、はい、セーフティー3です。これ同じメーカーかな、その噴霧器のやつ。これ園芸コーナーで作るやつ。そうです。ああ結構するだろうかな。1000円ぐらい。カンタのおすすめ商品紹介のコーナーでした。使い切った。あとちょっとこう枝幹をこう整備しますから。幹を。うん。針金かけると。はい。ありました。うん、いやこれがそっぽ向いてる。うん、そっぽ向いてる。うん、
上の枝とぶつかってるのでちょっと水しました。おお、迫力ありますね。この邪魔でしょ、これ。うん、下に出た目いいじゃないですか。面白い、横向きに生えてるみたいね。起こしても大丈夫そう。苔貼ってきますか、これ。はい、こちらに苔を貼ってきます。苔貼っていいですか。うん、これだ。はい、薄くして貼っていきます。こんな感じでね、完成。コケ貼るとね、やっぱり、はい、こう違うところだね。最初のあの石とね、木だけじゃ全然生えなかったんですけど、はい、コケ貼るとやっぱり違うね、だからね、なんか野生な感じがしますね、うん、で、コケの貼り方なんですけどね、はい、ただ置くだけじゃなくて、うん、立体的にこう貼っていかないとダメです、はい、ポコポコってこんな感じで、ポコポコってただ広めたいのをこうやって置くだけじゃない、こう立体感出ませんのでね、はい、苔貼るときはこう塊にしてこう一個ずつ貼っていくような、そういう形です。なるほど。最初のつけたときより苔貼ったのがだいぶ引き立ったと思いますよ、これ、はい、これって主木はどれになるの。主木はね、まだ決まんないね。その太さみんな同じぐらい、ね、全体的にこう流れで見るような形かな、これね。これが一番前に来てますからね。そうですね、これになるのかな、うん、これで。いや、ちょっとね、あとこの辺も長いかなっていう感じする。あ、これか、ちょっと長いかなっていう感じする気があります。あとこの長さが一緒になってますよね。そこもちょっと差をつけた方がいいと、うん、でね、ちょっとこれ回してみますね、はい、反対側。これも奥行きが出るんじゃないかなと。うん、ただこの石がね、こっちは低くなってますからね、はいはいはい、石の正面こっちはね、こっちも作りましたけどね、うんうん、こういうね、どっか自分がなんかできそうな素材があったらね、うん、ぜひなんか色作ってみてね、苔と一緒にこう鉢、うんうん、石でもいいですよ、はいはい、そういうところに色作ってみると結構庭に転がってる時よりも見栄えがかなり良くなると思います、うん、そうですね、うん、本当に転がってましたもんね、これ。そう、転がって最初の状態。3回ぐらい私こう来てね、見ててね、玉の下で転がってた。転がってましたね。でうん、なんか何か使うんじゃないかなと思ってね、うん、こうやって場所を取りますからね。場所取るけどね。いや、でもこれかっこいいですよ。もう飾れる感じが。うん、で、苔はね、ただ石をなんか見せるじゃなくてね、鉢からこぼれたような形。はい、こういうの見せてもいいんじゃないかなと。いいで、ね、こういう。で、愛嬌はこれ。いや、愛嬌はね。愛嬌は。松ぼっくり。松ぼっくりの。これはパッと開いて、種が落ちる、うん。うん。その種をまたこの辺巻いても面白いかもしれないね。巻いて小さいのが出てくるよね。うん、面白いかもしれない。巻いて出てくる。でも、なんといっても、でもこの角度ですよね、うん。横から出てるっていうのは面白いと思う。だから、この木の最初倒れて、うん、そのまま根付いちゃった。そう、欠点の部分をプラスに変えてるっていう。そう、あのこの原型がね、うん、今言った通りにね、倒れてあの根っこがもうむき出しになってて、はい、こうあっちとこっちこう平べったくなってた、うん、ちょっと起こすなってね、こっちになってくると、この石もね、うちに使えなくなって転がってた時ちょっとなんか工夫すればいいものができる、あの見られるもの、常にいいものじゃなくて、はい、見られるような形になるものができるんじゃないかなと思って今回これ作りましたね、はいはい、ありがとうございます。なんか皆さんもね、そういう素材があったらぜひ挑戦してもらいたいと思います。はい、はい、以上です。以上でした、はい、ありがとうございます。